先月、神戸市垂水区の沖合で見つかったクジラの死骸を、神戸市は骨格標本として活用すると発表しました。神戸市によりますと、先月30日、神戸市垂水区の沖合で、体長およそ14メートル、体重およそ13トンのヒゲクジラ類の一種とみられるメスのクジラの死骸が見つかりました。クジラの死骸は神戸港第7防波堤付近で一時的に係留されていましたが、今月1日、台風の接近に備えて神戸市東灘区にある埋め立て地に陸揚げされました。神戸市は博物館からの要望を受けて、クジラの死骸を標本として活用することを決め、死骸は今後土砂で覆うなどしておよそ3年間保管された後、博物館で骨格標本として展示されるということです。博物館の方からですね、具体的に活用したいという申し出がございまして、今現在その受け入れ計画とか経費などその辺の詳細は現在詰めている状況でございます。進捗度みたいなものもその日本ゲル研究所の方からご上限いただきながら、現地も確認していきながらやっていきたいなと。クジラの死骸の処理にはこれまでにおよそ1000万円の費用がかかっていて、今後の費用については水産庁の補助事業が活用される予定です。